何ポチったっけ、アヌアの美容液とかポチった気がする。あと私は桜田彩香とアイデアでした。いつもそうやな、はい、同期同士、うん、なんでくる私たちにしては割と早く寝た。でもね、寝坊したんですよ今日実は。そうあの間に合ったんですけど、もともと6時15分に起きる予定だったんですけど、6時半に目覚めて、でも私がホテル出た時間やわ6時半に目覚めて、そっからもう10分で歯磨きと着替えとか済ませて、2人とも次の日の服で寝てた。え、でもズボンはこれで寝てました。でも上はあのホテルのパジャマ着て。確かに眠かったなでもさ、ケイトの目覚まし時計が思った以上にちっちゃくてさ、なんかさ、私結構パッて起きてたんやけどさ、ケイトがなんか、いやケイトめっちゃ起きれる目覚ましをに変えたから朝楽しみにしておいてみたいなって言いながら寝ていってさ、朝楽しみにしとこうと思って起きてたら、めっちゃちっちゃい音にしかならなくて何も聞こえなかった。既存のやつじゃないってことですか？既存のやつやねんけど、はい、なんかテンション上がる曲に変えてみたいな言っててんけど、テンション上がるほどの音量が多いし全然私の方がうるさかった。いつもそれで、ね、起きてるんですかね。らしいで。すごい。でもな、一回アイベアやった時にケイトが先出る時あってやんか、はい、私結構目覚まし時計起きれるタイプやねんけど、はい、ケイトが出ていったことわからんかった。からめっちゃ目覚まし時計もちっちゃいんやろうなと思って。一番音でかいやつで起きてます。私も二人とも、それやったんですけど、起きんかった。二人とも起きれなくて、あの悪い癖出て、携帯持ちながら寝てたんですよ。あ、悪いな、それは。で、鳴るじゃないですか、ブチって止めて、で、またスヌーズ機能で、もうなんか頻繁になる、うるさいなってうるさいなと思って、彩香がパッて携帯見た時に、サカさんやばい6時半やって言ってバーって起きて、もう一瞬でそこだけバチって目覚めて、マジで焦りましたね。起きるタイミングも一緒やった。ピーって止めて、グッて起き上がって、バーって行きて、で5分ぐらい経ってからおはようって声出やんかった2人とも。そんな感じです、アイドルの朝は。朝は悪い、ね、寝起き起きられへん。起きれない、なんていうんですかね、なんかあるとかなら起きるんですけど、休みの日とかで絶対早起きできないです、ね、あ、それはそう、私もそう。何もない時に明日はちょっと一日充実したいから朝の8時とかに起きようとか思っても起きれないです。ああ一緒、私も無理。予約しとかな、無理。なんかね、その予定ないと、無理なんですけど。いやー、なんか弱いと思ってたんですけど、意外と同期の話とか聞いてたら、私朝派の人なんやなと思いました。朝型の。確かに基本仕事があったら起きれるかも。仕事でやばいってなったことない。基本うち起きろそれ今日ですね、私の今日めっちゃ焦りました。でもさ、かけすぎてたらさ、まだいけるまだいけるって思わん？そうなんですよ、15分前からかけてるんでね心身と一緒やん。そうなんです。懐かしいわ、 ENN の寝起きドッキリあったな。できひんかも、私ズボン履いて寝へんから仕事があればいける。いや、ほんまに。でも皆さんほんまにすごいと思う、朝起きれるの。この生活してたらね、朝起きれないんです、悪い癖。え、わかります。絶対朝毎日起きれない。月曜から金曜までほぼ決まった時間に、お仕事とか学校とかあるじゃないですか、でもこの仕事って昼からの時もあれば、夜からもあれば、逆にめちゃくちゃ早い時もあるじゃないですか、でもめちゃくちゃ早い時ってさ、たまにしかないから頑張れんねんな。あー、そうですね。そう、これ一週間続いてきついですもんね。普通に体調壊すと思う一瞬で、一瞬で、うん、寝るん
もう早いんですかね、そういう。早い早い早い。多分12時前には寝な。もたへんやろ。5時起きても12時に寝たら5時間しか寝れないですもん。10時ぐらいじゃん寝るの。10時とかまだまだやん。10時に寝たいな。いや10時寝ないな。公園の日の10時は絶対無理ですよ。公園なんてもう10時なんて無理やな、普通に考えて。そうやな。でも普通の人からしてあれなんか夜遅くまで働いててとか思われるんかな。それはないか。どうなんですかね。ね、だからアイドルはサラリーマンの方の退社時間が分かんないから、うん、基本17時やな。8、9時でそっから残業とかってことですか。そう、17時超えたら残業。じゃあ8時までには退社できるぐらいです。それも遅すぎですか。まあ早くて残業8時とか。じゃ遅い人はやっぱ終電までやってる人とかもいると思うし。うん、あ、夜勤、夜勤もね、夜勤、夜勤もな、すごいよな。夜勤私無理やろな。無理ですな。ブラックは日付変わるよ。へえ、やばいじゃん。そう、まあ、仕事によるよね。そのトラブルとかあったらもうさ一夜漬けとかなと思うし、はい、そういう感じやな。うちらってそうやん、トラブルあったら家に持ち帰って一夜漬けやん。はいそれと一緒やん。押したりとかもありますもんね、うん、あるからね。確かに皆さんお疲れ様です。本当に日頃、本当にあともう一踏ん張りですどこに向かってね次の休みまでに向かって、確かにあともう4踏ん張りぐらい結構踏ん張っていかないとあかんかも。6月は頑張りましょう。6月ってあれですよ、祝日ない日なんで。唯一ない日、ない月なんですよ。そうなんや。じゃあいつか私の誕生日を祝日にしてみせますえ、いつでしたっけ。22。あ、めっちゃちょうどいいとこじゃないですかいいやろ、みんな私がそうやな、30歳ぐらいまでに。じゃあ総理大臣じゃないわ、天皇になったら休みになりますよ。そうやな、ちょっとあと人生5周ぐらいしなければな握手会あるからね。うん、うまい。皆さんはそれを鋼に、私も頑張ります。いや早いな、握手会なんてまだまだやと思ったほんまに。ねえ、ね、もう握手会。なんかめっちゃニキビできてるプツプツプツ見せないの早いな。だでも上半期終わりですか。今月で終わりやで。今月で終わりですか。うん、ええ1、2、3、4、5、6、うん、あ、やばい、無理だ、今年こそ生きていかれへんかも。え、ほんまに、もうほんまに年こすやん。やばいすごいな。なんか1年経つのが年々早くなってきてます。いや、もっと早なんで。やだ、早いわ。いた、1年この業界に入って長いと思ったことないもんな。けど生誕祭迎える時に思わん、めっちゃしてるな1年でって思う。思います。1年めっちゃ早く感じるけど生誕祭に言うことが意外と多いみたいな。確かに、のが嬉しい。なんか写真ホルダーな、改めて振り返ったらね、いろんなことあるから。あ、これも今年か、これも今年か、これもこの年かみたいな、めっちゃなります。それは、いや、頑張ろう。上半期あとちょっと。下半期、あ、そうやな、すごい、ほんまに上半期終わるん。今月で、しかも梅雨やで。やだ、梅雨か。なんかでも、あの1年終わるみたいな感じに早ってなるじゃないですか。それと同時に8期が1月1日に入ってるんで、なんかそれも踏まえて、うん、もう何年目になるみたいな感覚になる。ほんまや、私7月で何年目分からなくなってくるね、こう何年目で何年やってんのかが分からへんね。なんかさ、あるやん、あ、あります、ね、6年、7年目で
次6周年あれみたいな、もうなってくんねんな、どっちどっちだっけみたいな。私って何年目ですか分からへんよもう。え、7年8年目次7年目次7年目じゃない次7年目次8年目じゃないですか。え、7年間今6年何ヶ月経ってるってことですか。高2で入ってるから高3、第1、第2、第3、第4、第5、6年間、次7年目か。うん、次でじゃあ6周年うん、かも、ね、6周年で7年。すごっ、小学校卒業ですよ。ほんまやそう考えたらすごいですね。長いな、ベテランではないです。まだ後輩の気分ではいるから。あん枠ですか。まだ中堅かな。基本一応どこまでが今ベテランになるんですか。5期以上。うーん。ドラさん6期入るぐらいちゃう。でも減ってますもんね上が。上は減ってるから。確かに。逆に今ドラさんベテランだね。ベテランか。ベテランな気分ではないな、まあ、中堅からベテランになろうとしてる、うん、そうそうそんぐらい。でも言うて10期と同じ感覚やからな、私にとっての8期。どういうことですか。7期と8期感覚的には。だから坂田が10期に対しての距離感が3年目ぐらいで入ってきた後輩ですか。あれじゃあ、ね、6期と7期が離れてんねん。ちょっと2年ぐらい離れてんのかな、あのコロナ禍もあって。あーそう、はいはい、で7期と8期そんな離れてなくない。1年、あ、8期と9期離れてない。あ、8と9は1年離れてないんですよ。ギリ11ヶ月とかなんで。だからまあでも規制で言ったら、でも7期とも1年4ヶ月とかぐらいしか離れてない。3、4ぐらいなんで。そうです。6期が入ってきた時が史上最強年齢で B の人数が多かったよ。70人ぐらいいたんちゃうかな。あれ、あ、びっくりした。なるほど、6期が70人合計で5列ぐらいあったもん、全員曲やった時、めっちゃ列あったもん。何列目自分みたいな。バミリとか4なんか18とか。そんなんあるんですね。そう、めっちゃえげつない番号覚えてた気がする。ドラさんとロッキーはどんぐらい離れてますか。4ヶ月は4ヶ月、うん、そうやな、4ヶ月やな。うん、4ヶ月か。そうやな、めっちゃいた。50人、63人ぐらいいた。ロッカーどうしてたんって来てますよ、うん、ロッカーなかった私だから。ドラさんロッキー途中までロッカーなかった。もう全部使われてるというか、うん、2年ぐらい経ってやっとロッカーできたかな、そうなんですよ。そんな感じです。昔はすごかったもんな、人口密度ほんまに。リハのレッスン場とかやばそうですね。やばかった、ライブリハとか。まあ、でも今よりレッスンの待機場所が広かったから。おお。そう、今衣装部屋がもともと待機部屋だったから、はい、まだあれやったけど、一人たこ焼き食べ出したらすっごいたこ焼きしちったマネージャーさんとかも名前呼ぶの大変やったよな。いや大変でしょ。ゼッケンとかなかったからさ。そう、確かにあの時の映像ってそう、ね、ゼッケンないですもんね。ないからさ大変よ。そうなんです。たこ焼きみんな食べてますからね、やっぱり。よし、ランキング読もう。あとでランキング読もうと。メイク行かなきゃ。あれ、縦にしたらランキングの読みばっかと分からへん私。え、ありますよね、うん、私もね、横でずっとやってて、縦で昨日前やったら。13位ケイタン、12位カッチャン、11位ナスちゃん、10位ファンサイさん、9位ハマノン、8位の原慎之助、7位ユリカ、確かに絶対いっぱいいたしね。6位ダイちゃん、5位ヒデヒデ、4位ベオ、3位ジャッキー、2位ナオヤ、1位ひとしくんでした。ありがとう。いつもとなんか名前呼ぶメンバーが違うくて嬉しい。いろんな方が来てくれるのは嬉しいですね。シオはそんなつくない、間違いない。
今日って暑いですかね。今日暑いんちゃう。昨日は寒かったけどね。じゃあやっぱあげようかな。そう。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ私も28度ありがとう。28度暑いやめます、あげます。絶対25度もある。25度28度やって。あでも昼は気温上がります。上がる上がる。昼公園めっちゃ暑いから。よしじゃあちょっとランキングやめます。メイクしてくる。はい、ありがとうございました。こちらこそです。ジュース読みます。13位マスさんありがとうございます。12位アンソニーさんありがとうございます。11位、うわなんて思うんやろこれ、フォーギブさんかな、ありがとうございます。10位ナスカさんありがとうございます。9位ショウさんありがとうございます。1位ナカさん昼公演よろしくね、あありがとうございます。7位トムさん青春昼公演行くよ、ありがとうございます。6位ツラさんありがとうございます。5位カミュさん、ミサキうちは持って昼公演行きます、ありがとうございます。4位みのりちゃんありがとうございます。3位竹坊さんありがとうございます。2位バリーさんありがとうございます。1位ともひこさん、わあごめんなさい、ともひこさんありがとうございます。なんか昼公演、昼公演多いね今日。あ、ずっと胃がんでたね、ごめんなさい。超絶ドスッピンで失礼しました。じゃあちょっと私もメイク、今日はこっちのなんかペコちゃんの男バージョンのピンつけてます。じゃあメイク行ってきます。ありがとうございました。あ、そう生放送もあり生放送もありがとうございました。昨日リアルタイムでね見てくださった方も、 TVer で見てくださった方もありがとうございました。今日はね本当に公演見てドザメ見て公演見てくださいじゃあありがとうございました。バイバーイ。